ロシアによるウクライナ侵攻から1年半。先行きの見えないこの戦争で国際的に存在感を高めている国があります。ロシアとウクライナそれぞれと関係を築いているトルコです。7月、世界の防衛関係者がトルコ製の兵器を目当てにイスタンブールに集まりました。トルコバイカル社の最高技術責任者セルチュク・バイラクタル氏。この日ウクライナのブースに向かいました。バイラクタル氏が設計した軍事用ドローンバイラクタル TB2。 27時間に及ぶ長時間飛行と自動航行が可能な兵器でウクライナ軍に提供されてきました。ウクライナ軍はこのドローンでロシア軍の対空ミサイルなどの破壊に成功したと発表しています。Taking out some of the most advanced anti-aircraft systems and advanced artillery systems. Bayraktar TB2 is doing what it's supposed to do. ウクライナに軍事支援をする一方で、ロシアとも関係を築くというしたたかな戦略を実行するトルコ。欧米各国がロシアに経済制裁を課している中、トルコは制裁には加わらず、ロシア産の天然ガスなどを買い続けています。20年以上にわたってこの国を率いてきたエルドアン大統領。長年、プーチン大統領と会談を行い、今も直接プーチン大統領と話すことができる数少ない首脳です。Siyasi, ekonomik, ticari, tüm bu alanlarda birçok konuları ele aldılar. İnanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfa açacaktır. Rusya ve Ukrayna'yı hazime, samazamana kuni to kanke o kizuku Turku'nun zenhoi gaiko. Soko ni koksai şakai ga kitai o yoseru kyokumen ga arimashita.去年、黒海にあるウクライナの港がロシア軍に封鎖され、ウクライナ産の農産物が海路で輸出できなくなった時のこと。世界で食糧危機への懸念が高まる中、エルドアン大統領が動きました。Şu anda gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski'yle randevu için görüşmelerini yapacaklar.国連とともにロシアとウクライナに働きかけ、ウクライナ産の農産物を積んだ船の航行を妨げないことが合意されました。この合意によってウクライナから世界に運ばれた農産物はこれまでに3200万トン以上に上っています。全方位外交で国際的な地位を高めようとしているトルコ。しかし今年7月、ロシア大統領府はウクライナ産農産物の輸出に関する合意の履行停止を表明しました。再びエルドアン大統領が働きかけていますが、状況は変わっていません。存在感を増すトルコの手腕が試されています。